ヶ月も来てくれないなんてひどいです。そんなだって毎週面会来るわけないじゃん。何か高級料理が食べたいです。しゃ、獄中でフォアグラ食った人初めてなんじゃない？うちのお母さん怒ると名前を改名しちゃうんですよ。なんとですね、今回友達コレクションの配信30回目です。いや正直ね、30回も続けるシリーズになるって思わずにほんとふわーって始めたんだけど、じゃあ今日はね、記念すべき30回目ということで、待望のね作業会を、じゃあ行きましょう。まずはに、あー、電話なんだっけ。あ、そうだそうだ、ここ子供生まれたんだ。いやなんか正直こう、なんだろう、友達のお父さんと初恋のお姉さんが結婚したみたいな、すげえ複雑な気持ちなんだよね。ここ自然に任せることにしてるんで、性別はどっちでも嬉しいんですよ。女の子でした。なほほほ、イメージ通りでしたか。なんだこの鼻と目の位置は。私の安子と夫のピエールから取ってピエコにしようと思います。いいね。いやピエコはマジでいいけど、ちょっと候補ね。ではピスコはどうでしょう。あ、ピスコいいな。じゃ今第一候補ピスコだな。ではピエスコ。あ、ピエスコはないですね。ピエスコはないです。ではピコはどうでしょう。ピコは正直可愛い。テレビに繋いで遊ぶゲーム機を思い出すけど、まあでもあれも欲しかったし。では梅はどうでしょう。あのこれクレヨンしんちゃんの話なんだけどさ、松坂梅さんがさ、梅って名前恥ずかしがってんの俺すげえ好きなんだけど、この気持ちわかる。あの当時もう本当5歳児ぐらいからクレヨンしんちゃん見てるんですけど、5歳児には珍しい梅推しなんですよね、ずっと。いまだに俺、松坂先生好き。デデデデン、デデン、デレン、デンデンって曲めっちゃ好きなんですよね。それはちょっと。では、ロコムスのそっくりさんが決めてください。俺、梅推しなんですよ。かなんならその僕の、なんていうの、タイプの女性像みたいなの、梅さんが作った可能性すらあるから。梅さんとセーラーマーズが作った可能性あるから。じゃあ、ピスコ、ひらがなでピスコにしようかな。ピスコも大切に育てます。頼んだよ。温かく見守ってやってください。リカちゃんのパパとヤスコ姉ちゃんの間に、あ、読ましてくれよ。とりあえず、あ、ハート出てるやん。あ、日位の夢見てる。ちょっと、なになに、お父さん、お父さん、すみません、人次第でした。誰か俺と間違えた。ハード出てんだよ。ちょ、夢見たいけど。あ、モーコロだ。何、モーコロどうした。ついに来た。え、ベリーと結婚すんの。おしゃれマットベリーに。うわ、来た。どう思いますか。いや、行けよ。頑張れ。花火大会。向かいのホーム、路地裏の窓。そんなとこにいるはずもない。遊園地だな。そうだね。ちょっとプロポーズで野球の格好ないな。いやー、いいのない。俺いいのあげてない。まあでもこれ清掃っちゃ清掃か。帽子外し、これいこう。ところで、プロポーズ。ああ、確かに野球の服のままでプロポーズ打ったら結婚してください、ありだったね。もう乗ってんだよな。緊張が出てんだよな、もう。もうこんなに。押すぞ。あ、やべえ、闇のツイッターの話してる。なんか味噌汁の後に水の飲んでお腹下すくだり、何これ。頼む。次出たら行く。うわ、なんだよ。カラスの野郎。あれ、あれだな。太郎と一緒にいるカラスだな、あれ。次来たら行くぞ。ゆとりで大丈夫。ああ、いや、短え、マジで。大丈夫だよ。すげえ味噌汁飲みてえじゃん。
海外行った時はこんぐらい俺味噌汁飲みたかったわ。普段味噌汁飲まないくせに海外行くとやっぱ味噌汁飲みたいなと思うんだよね。今日たくさん飲んできたの。そう、今日たくさん水飲んできた話しなくて、やっちまった。そろそろ降りようか。え、この位置で。そうだね、この次はちゃんとプロポーズできるように頑張ります。あー、ごめんな、もうこだ。いや、そう、ベリー絶対トイレ行きたかったよね、今ね。だってめちゃくちゃトイレ多かったもん。味噌汁いっぱい飲んだからかな、水いっぱい飲んだからかなのことばっかだったもんな。トイレ早く降りたかったんだろうな。ごめんね、もうこな。次に託してくれ。おしゃれマンのベリーといるときは一番リラックスできます。え、これベリーがさ、あんまさあ、ベリーのこと見に行こっか。あ、気にしちゃってるやん。僕のことタイプじゃないのかな。じゃあもうこれ悲しいって、夕方にそれは。気分転換に草野球行くやん。ベリーどう思ってんだろう。いや、結婚したいんかい。じゃあせえよ。じゃあ別に言葉にしなくてもわかるやん、ここまで来たら。せえよ。なんでなん。よっぽどおしっこしたかったんだろうな。ベリー、モリコラの声が好きなんです。男らしいですよね。どこがやねん。そんなことない、そんなことないよ。男らしいよな。いや、ちょっと尿意のせいだったな、これ完全に。日記にちょっと自分が悪かったってしたためてるか、競馬の予想だろうね、これね。二択だろうね。競馬だね、これ。外れてますね。今ラジオで外れの音が聞こえました。競馬でした。というわけで、今日はね、いろいろやりたいことがあるというか、誰この白い人。あんちゃんか。今ね、お金俺いくら持ってんだっけ。100万貯めたいな、とにかく。100万今日貯めれるかな。くしゃみが出そうで出ません。出してあげよう。とにかく住民たちをかまって、お金を貯めていきたい。花どこ、これ。普通ここなんだけど。花がない、ここに。おい、花が、花これなんだよな。収まりました。あ、やっと失敗しちゃった。なんか微妙な気分です。微妙な気分、こっちもだよね。あんな顔されて。レアードがこの島にいて本当に良かったと思ってます。俺も思ってる。もう彼に何度助けられたか、実況として。シンデレライフなら100万円すぐなのに。そうなんだよ、シンデレライフやってるとマジで金銭感覚狂うよね。1日で稼げるからな、100万。あと15万。ふっ。うえぇ。わ、クリスタル来た。あ、でも音的に意外と高くないのかな。まあでもそれは絶対そうだ。真ん中で。うわぁ、あ、真珠だ、やった。これ1万5千ぐらいするよ、確かね。超アップクイズ難しいよね。これは何でしょう。いや、わからんって。ずるく、まあ、水道水でしょ。答えは、さすがに。うわ、危ねえ。ブレスレットの真ん中だったらどうしようって思った、今。全然し、そういうことしてくるからね、このゲーム。ベアードが、いてくれてよかった。そうそう。新しいインテリアが欲しいです。インテリア？いや、この部屋気に入ってんのにな。見に行くか。あ、ハロウィンスタイルめっちゃいいじゃん。あ、アラビアンスタイルもいい。これ多分季節もんだよね。うわ、お金また使っちゃうのか。いや、でもこれは買っとかないとな。おかあやーげ、ありがとうございます。マリオは今日も働いていた。ありがとうございました。貧乏、やっぱさ、あげるとなんかさ、罪悪感すごいんだよな。でもあげよう。年寄なら許してくれるでしょ。新しいインテリアをどうも。個人的にはちょっと、なんかこれあげるとさ、罪悪感すごくない？でもいい夕焼けなんだよな。あそこに咲いている花の名前を僕はまだ知らないんだよな。
だからコナン君にあげるのもありだよ。うわうわ、今日なんか金使わそうとしてくんだけど。ともこれが。フォアグラ、これ買っといた方がいいよ、多分ね。金がなくなる。ありがとうございます。シルエットクイーン、最終問題。これは何でしょう。これはおむつでしょ。これ何これ。え、納豆じゃないでしょ。え、みんながそう言うなら納豆にしてみよう。答えは、納豆でした。あ、そういうことね。わからねえよ、これは。シルエット器クイズなんだな、ずっと。うわぁ、ヒロシ。あ、ハイパーヨーヨー欲しかった。野原せまし作ろう。なんでヒロシの前せましやん。いただきます。あ、食べた。よかった。何回見ても好きだわ。ベアド？ベアド？ベアド？なんかあの呼びかけるやつ意味わかんないけど気に入って毎回やってんだけど気づいた。どういうシチュエーションか自分でもわかんないんだけど、なぜか気に入って毎回やってます。帽子とかあげたこと、あ、レベル20以上になったメインには特別にアルバムに載っている帽子の中から自由にあげることない。へえ、レベル20から変わるんだ。どういうこと、これ持ってるやつの中からあげれるってこと、ってことは服もあげれるの。へえ、じゃあ未だにこれ新機能まだ隠されてるやつあるんだ。せっかくだから高いやつあげたいね。あー、これいいじゃん。かっこいいし。いつもありがとう。あー、かっこいいっていうか。お寿司からのお返しです。怪しいね。夜道で一番俺近く歩かないタイプだ。え、何銀貨って。じゃあレベル上げるとお金めっちゃ稼げるんじゃないこれ。じゃあワンチャンあるよ。これ保つとか行ったらいけるんじゃない。ベアードはキョウちゃんとドコミの家に出かけています。経営者なんだよな。ドコミのキャバクラの経営者なんだよな、明らかに。角がオソロだ。制服なんだろうね。ムキムキで出所するやん。ムキムキで出所するんやろな。1ヶ月も来てくれないなんてひどいです。そのだって毎週面会来るわけないじゃん。給料日が食べたいです。しゃ、じゃあもう取っといたけど、ごめん。今日一郎あげようと思ったけど、そんなこと言うんだったら俺フォアグラあげるわ。奥太郎に。力つけ。いただきます。いや、なかなか獄中でフォアグラ食った人初めてなんじゃない？いないだろうね、獄中でフォアグラ食った人。史上初だろうね。あ、そうだ、ていうか、あれだ、安子姉ちゃんの子供全、お、どうした、あ、びっくりした。俺、昔タイに行った時に仕事で、タイのホテルが、さ、シャワールームが大理石だったんだけどさ、その大理石のシャワールームで今の勢いでこけて、でこガンって打って死んだと、自分でも死んだと思った。生きてたけど。むちゃくちゃ怖かった。